波動砲。ついにこの時が来ました。どうも勝手に建築センターまぐりでーす。私はね、今までこのアツクラサーバーという実況者20名が集まるサーバーでいろいろな建築を勝手に他の人の拠点にしてきました。まあ勝手にといっても、あの、全然いたずらとかではなく、その人のためを思ってね、その人がまあ幸せになるような建築をしてきたんですよ。でこのシリーズ大変皆様からもご好評で、もうガンガン仕掛けていきたいなと思っていたところなんですが、最近ね、これ年末が近づいてきてるっていうことで、このサーバー一応ね12月いっぱいで終わりなんですよ。だからみんな結構追い込みでやりたいことをやり残したことをやってて、ずっとね私が一人でこのサーバーに入れる機会を伺ってたんだけど、なかなか一人の機会がなかったっていうことでめちゃくちゃ遅くなってしまい申し訳ございません。ただ勝手に建築センターは建築途中の姿を人に見られてしまうとね、お尻が3つに割れるっていう呪いかかってますんで、マジで見つからないようにやろうと思って時間がかかってしまいました。ちゅうことで今回のターゲットを紹介していきましょうか。じゃあ今回の、ターゲットなんですけど、以前ね生配信の方でビンゴ大会というのをやりました。でこのビンゴ大会の景品で、私いろいろなチケットを手に入れたんですよ。その中の一つがこれですね。爆破していいでしょう、タイタイ拠点爆破許可チケットっていうことで、これねタイタイが、景品として出してたものらしいんですよ。で本人が出しちゃってるんだよね。本人が僕の拠点爆発してもいいですよって言ってるんですよ。これ爆発しない方がかわいそうだなっていういや逆にそういうね、あの、爆発しないっていうじらしプレイもありかもしんないんだけど、爆破していいですよみたいな剣をタイタイがね自ら商品として提供したのにもかかわらず、それを受け取った私がタイタイ党に何もしないのはさすがにちょっとね、あの、 YouTuber として申し訳ないなということで、タイタイ党を爆破したいんですけど、でね、私もちょっとね葛藤してることがありまして、私ねマイクラ建築系っていうことで、いわばあの想像の人なんですよ。想像する側の人間が破壊行為なんてしていいのかなっていうことなんですよ。まあ、警察が罪を犯してはいけない、それと一緒で、あの、想像する側が人のものをね、人の想像したものを壊してはいけないっていうのがあるんで、私はちょっとなかなかこのタイタイ島を壊すことに対して抵抗があって今までやってこなかったんですが、まあでもやっぱりかといってね、このまま年末迎えてしまうとタイタイは悲しい悲しい思いをしてしまうので、まあ、今回ちょっと心を鬼にしてやっていこうかなと思います。はい、で今回作っていく爆破装置なんですけど、やっぱ勝手に建築センターはね美しさも必要なんで、TNT ランチャー機能もついている宇宙戦艦を作っていこうかと思います。まあ、あくまでねタイタイを喜ばせるために爆破装置を作ってるんで、これはいたずらではありません、プレゼントですね。それでは宇宙戦艦を作っていきましょう。今回ね宇宙戦艦は例の宇宙戦艦を一応モデルにするんですけど、再現するとねかなりでっかくなったり、まあ、細かく再現するのは大変ということで、再現ではなくてあくまでモデルっていう感じで、なんか簡略化できそうなとこは簡略化して、まあ、それっぽく見えればいいなっていう感じで作っていきたいと思います。久々の建築センター楽しみだなマジで。例によってねモデルはクリエイティブですでに作ってるんで、それを見ながら、再現していくだけということで、まあ、ここからは作業が続きますが頑張っていきます。というわけで建築していきます。今まではね人間だったりとか怪獣だったりとかトナカイだったりとか動物が多かったんだけど、今回初めてのね無機物っていうことで、やっぱりね無機物の方が作りやすいね。使ってる色の種類も少なくなるし、曲線も少ないからかなりねサクサク作れました。ちなみにサバイバルでこういう広い範囲を埋めたいときは3つおきにこうガイド線っていうかを入れてやってください。するとねどういうことが起こるかっていうと、こうね3つおきだとめっちゃ埋めやすいんですよ。3つおきにこう線入れると埋めやすくなるんで、こういう感じでね幅広いところをサバイバルで埋めたいときは3つおきに線を入れるのがおすすめです。まあ4つでもいけないことはないんだけどね、4つより3つの方が安定して置きミスとかも減ると思うんで、3つでやってみてください。余談なんですけど、実はビンゴ大会ではね、タイタイ拠点爆破チケットの他にマグニーさんに好きなものを作ってもらえるチケットと、オンリーちゃんこき使えるチケットってのも手に入れたんで、これもね今後ちょっと動画で使えたらなと思ってるのでお楽しみに。今回用意した赤色コンクリートは3シュルカーボックス分なんだけど、足りるかな、足りない気すんな。できる限り見えないところは節約していこう。赤コンクリートがなんとか足りたんで、次は石レンガを置いていきます。今回赤コンクリートと石レンガを使ったのはシンプルに入手のしやすさからで、本当だったらこういう組み合わせもありだったかなとは思います。うわ気持ち悪っ大体の顔なんだけど、本来こういう大体の顔なんだけどさ、くっつけたらこんな気持ち悪くなるんだね
いや絶対伝わらんと思うけど、あの家族対抗殺戮合戦っていう漫画の落書きっていうキャラに似てるわこの顔絶対伝わらないんだろうな、見てほしいな、めっちゃ似てんだよな。というわけで引き続き埋めていきます。今回結構ね、階段ブロック、ハーフブロック、石の塀とか変わった形状のブロックも多く使ってるんで、向きに気をつけながら置いていきます。こういうのね、一回間違えちゃうとなかなか気づかないんだよね。後でめんどくさくならないようにしっかり確認しましょう。うわー、めっちゃぽくなってきた、めっちゃぽくなってきた。黙々と作業してたからあんまり遠くから見てなかったけど、めっちゃぽくなってきた。ほいしょ、よし、この足場も壊して。ただめちゃくちゃモンスター湧いてんな、ダンジョンみたいになっちゃってる。これはさすがにちょっと湧き潰ししとかないと、誰かがね間違って中に入っちゃった時にクリーパーが爆発して、タイタイの拠点を爆発する装置のはずが宇宙戦艦自体が爆発しちゃう可能性もあるんで、ちゃんと湧き潰ししとこう。というわけで最後の大詰め、戦艦の上部分をね作っていきたいと思います。ここがもうなんか戦艦の顔っていうか一番かっこいい部分だと思うんで、試作をする時もね結構考えて作りました。まあ、そもそもなんで今回戦艦っていうのをチョイスしたかっていうと、まあ、他のアイデアとして TNT で大隊拠点を爆破させちゃって、させた跡地に建築をするっていうアイデアもあったんですよ。例えばヤムチャみたいな感じで爆発したのを生かして何かを作るっていうのも考えたんですけど、結局それって私の手を汚さないといけないなっていう結局私が他の人の拠点を爆破しなきゃいけないなっていうことで、今回は直接自分で爆破するんじゃなくて爆破装置を作って、でそのスイッチをまあ爆破してほしい本人タイタイに押させようっていうので、あの爆破装置を作るってなった時に一番こう空中に作ってて迫力があるのが宇宙戦艦かなっていうことで宇宙戦艦を作ることにしました。やっぱり私は人の拠点爆破できないよ無理無理っていうことで、まあ、最終的な引き金はタイタイ本人に押してもらいます。私は爆破装置を作っただけ、爆破はしてない、そう言い逃れていきましょう。オッケー、外観はもうほぼできたから、あとはちょっとね、あのよりクオリティを高めるために炎を出てる感じにしたいんだよな。ちゅうことで岩盤下ネザー行きましょう。あ、ちょっと待って、武器持ってないな、危ない危ない。建築するときね武器邪魔だからしまっちゃうけど、こういうことがあるから気をつけないと。さあ必要なのはシュルームライト、シュルームライトとマグマブロックなんだけど、どっちも1スタックぐらい集めておこうかな。シュルームライトの適正ツールってなんだ、クワか。あ、早い、クワだ。マグマブロックも大量に手に入りそうだね。オッケー、そしたらどっちも1スタックずつ集まったんで一旦帰りましょうか。これが何になるのか、これがどう生かされるのか。まずこんな形でオレンジ色のガラスを置いて、ここに黄色とかマグマとかシュルームライトとかをこう混ぜていく。こんな感じで上に重ねていけば、あ、いい感じいい感じいい感じ。遠くから見た時にちょうどこう発射してる感出るね。いいねいいねいいね。そしたら最後 TNT ランチャーをつけて終わりかな。そしたらここに TNT ランチャーを作っていくんですけど、今回水とかを使った TNT ランチャーじゃなくてスライムブロックをね使ってやっていこうかと思うので、まずはここにレッドストーントーチを置いて、上向きにディスペンサーで、こっから TNT が出てくることにしよう。一旦ちょっと代わりにネザーウォートブロックを置いとこう。でここら辺にボタンを作りたいんだよね。ここにレバーを作りたいから、粘着ピストンを置いてスライムブロックで、ここに動力が来た後にこっち方向にリピーターで、遅延がこっちは、やばい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 、あ、そっか、ここまず逆転させておかないとダメだ。危ない、今これ TNT でやってたら終わってたよ。ここは2回殴って、でこっちは1回殴り、違う間違えて4回殴りで、ここにも粘着ピストンを置いて、ここにスライムブロック、これでこれでここに動力がいった時にこういう感じで今見えた？ちょっと分かりやすいように当たり判定表示させるね。ここに動力がいった時にこうぶっ飛んでいくわけよ。完璧だ。こうしたいんだけど、でもここにボタンあるよりもなんかこっち側にあった方がこう打った後に TNT カメラで追いやすいと思うんで、 YouTuber 的なことを考えてここにボタンを置くわけじゃなくて、下にこうテレビの配線とかをね見えないようにする感じで、こう配線を通したいわけよここに。で最終的にレバーをここに置いてここで発射したい。だからこの下に、レッドストーンパウダーを引いて、このレバーからこの下を通って、でここのトーチにつながって、このトーチがオフになるからここがオンになって、ノット回路で信号がいく。これでいけるはず。
やってみます。 OKOKOK、 完璧完璧。あとはこれを TNT にするだけなんだけど、 TNT で実験してみる。誰かがスイッチを押した時に暴発しちゃったら困るから、ちょっと一回試してみるか自分で。結局はい、落ちていって、どこに落ちる？ここに落ちてるね。じゃあここら辺まで飛んでくると考えて、一旦ここに水バケツ置いとくか。ちょっと本当に TNT が飛ぶか挑戦してみますか。これで失敗したら目も当てられんからな。ぶっ飛ばすときはもうなりきって波動砲発射って飛ばさないといけないんだよ。いきます、3、2、1、波動砲発射。いた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 、大丈夫か大丈夫か大丈夫か。おわあ、地面につく前に爆発しちゃうな。はい、爆発する場所がだいたいここら辺ということで、とりあえず TNT ランチャーが飛ぶことは分かった。でしょっぽい爆発しちゃうと、ちょっとタイタイが YouTuber 的に物足りないって感じちゃうかもしれないから、そうさせないためにちゃんとここら辺に TNT も置いておきましょう。いやー、なんか心が痛む気もするけど、でタイタイが壊してほしいって言ってんだから壊すしかねえよな。よし、これで問題なく爆発する。まあこれで爆発しなかったらもうタイタイの運がいいのか悪いのかっていうことで、もう私にできることは全部やったよ。あそこから TNT を打つと、あの TNT に着火してバーンとここら辺一帯が吹き飛びます。特に重要な施設はなさそうなんですけど、まあ派手な爆発を見せてくれるんじゃないかなっていうことで、動画的には最高でしょ。これで完璧なものができたんじゃないでしょうか。いや今回は結構ねスムーズだったかも、今までの中で一番。もう4回目ぐらい慣れてきたっていうのもあるし、こうね加減が分かってきた。今までちょっと必要な素材が多かったりとか集めるのが大変なものが多かったんだけど、今回からもうなんかそのあたりの加減も分かってきて、ちょうど3時間かからないで終わるぐらいのものを持ってくることができたんで、いやーこれ暑くら期間中にもう一人ぐらいに仕掛けれたらいいけどな。ちょっと年末になればなるほど人のログインする率が上がってくると思うんで、人がいない間に仕掛けれそうな時があったら仕掛けていきたいと思います。じゃあ一応タイタイがめちゃくちゃ察し悪くて、なんでここにこれが召喚されたか分かんない可能性もあるんで、ここら辺にチケットも置いときますか。よーし、いや完璧でしょう。全体見ていきましょうか。うわめっちゃいいめっちゃいいいやちょっと世代がねもしかしたら古いかもしんない、ヤマト知らない人も多いかもしんないけど、まあ、こういう宇宙戦艦をねモチーフとしたアニメがあって、それをこうモデルにしました。完全再現ではないんだけどかなり寄せたんで、まあ、これパッと見て宇宙戦艦だなっていうのは伝わってくれるはず、アツクラサーバーにいる人たちには。完璧だろ。うわこれタイタイの気になる反応、気になる反応はサブチャンで放送した生配信の中で見れるので、ぜひぜひそちらも見てみてください。そして今回チケットをくれたタイタイのチャンネルも貼っておくので見てみてください。いやーこれでアツクラに参加してる全グループにいたずら仕掛けられたんじゃないかな。ドズル社さん、ジャジャーン、菊池さん、マグニーさん、カズクラさん、マロくん、メッスさん、マイオンさん、そして今回の帰宅部トリオっていうことで、来年のアツクラがどうなるのかは分かりませんが、今年のアツクラはめちゃくちゃ楽しかったですということで、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。お疲れちゃん。今を思えばもう怖くないさ。